どうもフロントです。本日ツーリングですね。走り納め、行ってきたいと思っておりますが、もういきなりですね大渋滞にはまってしまいました。昨日一昨日ぐらいから、日曜日ぐらいからですね、日本をですね、最大級最強の寒波というものがですね襲ってきてるみたいで、高速道路もですね積雪のため、そう、通行禁止なんていうところがいっぱいあるんですよ。まあその中どこまで走れるかというですね、どうでもいいような、まあちょっとツーリングをやってみて、まあこの時期ですからね、もう夜間とかは凍結なのでもう走らないということを決めてます。で、完全に雪が溶けてる状態のところだけをね走って、どこまで走れるか。いや、もう12時過ぎちゃったじゃん。うわ厳しい。これから乗ってどこまで行ける？昼だよ、昼。よいしょ。ひとまず弾丸ツーリング、うわ本当はね朝9時に出てるのに、なんでこんな時間に。現在時刻はもう12時21分です。はい、うちから東名高速そんな遠くなかったよな。はい、ようやく東名に入りましたけど、どうやら東名も帰省ラッシュで渋滞してるみたいですね。やっと東京料金所来ましたよ。はい、料金所はまあ無事ですけど、1キロ先80分、20キロ80分、近頃東名の渋滞がえげつないことになっている。いや、こっから海老名までの渋滞って、いやー恐るべしだな。場所はね、綾瀬の ETC 専用インターの手前8キロというところなんで、まだまだ綾瀬、インターには来てませんね。この渋滞だとさ、何このクルコン入れるわけにもいかないし、スロットル握らないというわけにもいかないし、そうね、だから高速でこんなにスロットル握りしめてるってこと自身があんまないよね。これが ETC 専用の綾瀬出口だそうです。出たらどこに出るか分かりませんが、まあでも254には出れんじゃないか、246か、246には出れんじゃないかなって気がするんですけど。どんだけ渋滞してんの。いやーこの渋滞、あれ小型も混雑になってるじゃん。さっきの駐車場標識おかしいじゃん。ああそうですか。はい、海老名パーキング渋滞してますけども、とりあえず通過しました。そしたらまあ少し流れるようにはなったのかな、うん、はい、足柄のパーキングを通過しました。おお、すごい勢いで入ってきた。新東名はね4車線中2本2車線、が、まあ、新東名に向かえるようになってるんです。だからこの4車線をまあ右から2車線カットして入ってくるっていうのは、いやもうよっぽどぼーっとしてて、もうそれこそ入り忘れたとか
そういう世界の走りですよ。はい、まもなく富士川トンネルに入ります。あー、やっぱり日が陰って寒いわ。8度まで下がった。はい、掛川パーキング、今回のツーリングで初休憩になります。とはいえお腹空いたんで何か食べましょう。よいしょ。まあ、ご飯も食べ終わったということで、さらに西に向かいましょう。ようやくね、今あの掛川で、お昼ご飯を食べてですね、再出発ということで、今森掛川のインターに来ております。まあ、一体どこら辺まで本当に行けるんだろうか、そして凍結せずにね走っていけるんだろうかっていうのが心配があるんですけど、もう完全に日陰の気温は6度、日陰だしまだ夜じゃないよ、でも6度なんだよ。これ6時になったら4度とか4度3度になるよね。あー、まあエンカルの後なんだけど、なんか嫌だな本当に。はい、岡崎のサービスエリア入ります。もうねガソリンがねそろそろランプつきそうなんで、まああと一メモリあるけどな、一メモリでなんか140キロぐらい走れるみたいなんだけど、結構寒くて結構力入ったんだな、肘が痛い。二輪車はその奥なんだよね。だからぐるっと回る。うわあ、駐車場いっぱい。ていうかこの BM は何してんの？よいしょ。はい、というわけで。岡崎インター到着。今日のライブはこの辺で終わりにしたいと思います。はい、とりあえずね、岡崎では給油はするのをやめました。でこのままね、トヨタにね、宿を取りましたので、そこへ向かいます。もうちょっとここはもうライブじゃなくてね、オンデマンドで撮ってますけども、まあ暗いと GoPro どうなの、あの評判ではね暗いところ映り悪いなんて言ってたんだけど、こうやって何も映んないかもしれない。ああ、ガソリンランプついちゃった。
うわあ、ちょっとマジで怖いんだけど。いや寒い。愛知県、岡崎のインターじゃないやサービスエリアを出ました。そして長らく走ってきました新東名まで、新東名が、ここのジャンクションで終わりになりますね。旧東名高速というのか、東名高速というのか、普通に東名高速道路の方に出るわけですけれども、やっぱり車多いですね。結局関西の方を行くにしてもすごい車が多いことには変わりないみたいで、はい、トヨタジャンクションを右、トヨタジャンクション進んでます。19-1トヨタジャンクション。わあ、高いところ走るから空がちょうどいい黄金色に輝いているけど、今度それが後ろに向いてしまうのね。ああ、見えない見えない。ほら、もうこっち真っ暗ですよ。こんなですよ。今何時？5時だ。5時。本当にね、走れる時間が短くなったね。いやー、時間がとにかく短い。もうとにかくずっと走っていたいっていうのがね、私のバイクスタイルなんで、本当ならもっと長いこと走っていたかったんだけど、まあとにかく渋滞、朝一番の渋滞が大きかったかな。はい、軽だと割引も何もなくて5610円でした。軽というか二輪ですね。真っ昼間に走ると全然まあこんなもんなんだろうけど、あ、これがホテルだ。あー、AB ホテルってなんか愛知県にいっぱいあったね。はあ、二輪車はどこに置いたらいいんだべ。よいしょ。はい、アイスマークがついてます。はい、どうもフロントです。今私はですね、愛知県、豊田市におります。気温が2度。今ね、県道491号というですね、愛知県道を走ってます。昨日ね、ひたすら西へ走っていこうと思ったんですが、ガソリンがなくなってきたことと、あまり夜中ですともう路面凍結が怖いというよりは、もうすでにね、5時になった時点で気温が、4度とか3度になってきたもんですから、もう愛知県で諦めました。はい、はい、豊田市といえばね、もう世界でも有名な、トヨタの、自動車の工場のあるね、お膝元ということもありまして、走ってる車はほとんどトヨタ車ですね。トヨタかダイハツかといった感じです。はい、今シーズン初、いや、シーズンで言ったら初かな。去年は見てるけど、アイスマーク、
本当ね、愛知県全体的にそうなんだけど、トヨタ車以外の車を見かけるのは珍しい。見るならむしろミニ、ミニクーパーはです、なんか知らんけど愛知県めちゃくちゃ多いんですよ。もうだからアクアプリウスミニみたいな、まあ、中にエルグランドみたいな、そういった状況なんでね。今スカイラインも片落ちではあるものの、まあ好きなんでしょうね、よっぽどね。ここがなんだ、 ETC 専用のスマートインターみたいな感じですね。トヨタにそんなのがあるんだ。あ、トヨタ上郷サービスエリアに直結しているスマート ETC とね、愛知県っていうとね、バイク界隈では CB のスーパーフォア、スーパーフォアじゃない CB フォア、K0 ですね、750フォアが、登録台数が日本一というですね記録を持っておりまして、なぜか現役で走ってる CB の750フォア、 K0、K1 そのあたりがですね、愛知で一番多いというちょっとした小ネタがございます。だからっていうわけではないんだけども、道の駅に行くと必ずね K1 いますね。あ、 K1、K0 でもこれがね別に Z2 とか FX でもいいんでしょうけども、なぜか K1 の登録台数が多い。所有台数ってことじゃなくてね、ちゃんと登録してるってことは走ってるんで、お飾りじゃないんですよ。だから相当なんか流行りがある、おとち柄の流行りなのか、まあそういったことがあるので、もしかしたらね今日もどっかで、CB750 フォアを見つけるかもしれませんね。はい、豊田市を抜けて安城市に入りました。県道76号、豊田安城線。なるほど、なるだから安城に入るんですね。はい、安城、ここ見てください。もう一面もう畑、全部刈られてしまいましたけども日本のデンマークとも言われるぐらいですね、安城はね、農業地帯、農業というかね、いわゆるその畑が多いんですよ。だから見て、ほらすごいでしょ。まだまだこんなもんじゃないです。まだこれ安城の入り口、もうちょい奥の方行くとですね、本当にど畑が見られます。3キロ道なりだそうですが、ご覧いただけますでしょうか。はい、一面畑です。線路をね挟んでこっちと向こう側、もうずっと畑。まあ北海道とかで比べたらね、そんなにすごいよってことはないとは思うし、秋田とかね、なんだ、米どころ行くと、新潟もそうか、米どころ行くとすごい長いね田んぼが道の中をこう横断して右と左とか全部畑ってところもあるんだけど、大丈夫かな。到着は9時18分。これから行こうとしてる、朝カフェはですね、タラソという名前の、まあ、タラソテラピーという、まあね、そのなんだっけ、ちょっと海で癒されそうみたいな、なんかそんなような名前から来ている、まさしく海が見える、喫茶店でして、まあ眺めが晴れていればねすごくいいところなんですが、晴れていればという条件付きです。はいちょっとどうなの、今日は昨日はねすごい快晴だったんだけど、でも風強かったでしょうね昨日はね。なのでまあそこをちょっと目指しているわけですが、
まあ、そのためにはですね、まあ、豊田市から蒲郡市まで、一般公道、まあ、高速使って行けなくもないんだけど、ちょうどその辺高速道路通ってないんですよね。まあ、高速道路通ってない代わりに、国道23号というですね、超高規格バイパスが走っているので、まあ、それを使えば早く行けるというのもあって、あの辺は高速道路がないんですよね。あ、なんかさっきよりも暗くなりましたね。雲が厚くなってきたのかな。今ね、今でこそこうやってライブで配信してますけども、朝のモーニングコーヒーを飲みに行くだけのツーリングというね、誰得のツーリングな動画なんだって。誰も見てないだろうし。まあ豆情報ですけども、まあ東京の人間からしてみるとね、そんなに詳しいあのお店は知らないんですけど、まあ安城と言いますと、いわゆる、パンの虎というですね、虎屋さんじゃねえよパン屋さん虎屋さんって何言ってんだパン屋さんがありまして、そこのねカレーパンが非常に美味しいですよっていうんで有名になったところなんですけども、まあ岡崎本店は岡崎じゃなかった、安城市のなんか病院の近くにあるみたいなんですが、支店が岡崎のパーキングエリアにあったりするもんですから、非常になんか有名になったみたいで、今や行列ができるパン屋さんって当たり前になってます。噂の国道23号が目の前に見えてくるようになりました。私あの超高規格と言いましたけども、ここの国道23号線というのは、まあ、ほぼ高架なんですよ。立体交差で、下の道路と交差しているということで、信号がほとんどないんですね。オーブのあたり、オーブじゃないね、もうちょっと先だな。まあ国道1号線との分岐があるので、分岐をしたあたりからずっと、高架道路でして、片側2車線の、往復、全幅4車線の、まあ、バイパス、無料バイパスなわけです。ただまだ全線開通してるわけではないので、一部は片側1車線だったりとか、終点が蒲郡の市内からちょっと離れたところ、相当離れてますね、ところから終点になってるんで、あ、これ曲がるんだったのね。あ、やっぱり23号使った方が早かったんだ。っていうのもあって、まあかなりいい道があるわけです。ですがやっぱりそのまだ未完成な部分があって、そこがね大渋滞を起こすんですよね。何もかも全て、このバイパスでことが足りるかというと、ちょっとそうでもないかなという話です。これか、はい、この23号、国道23号という名前だけで言えばですね、結構距離が長いんですよ。豊橋の端っこの方からどこまで続いたんだろう。三重の奥、和歌山あたりまで、奈良あたりまでかなとにかくずっと続いてるんで、23号自身はすごい長い道路ですし、国道23号というこの二桁国道っていうのはね、まあ、昔からある、まあ、道路というのもあってですね、非常にこう道路交通量も多いということで、でちょうどねこの先ほど言いました
なんだっけ、有明じゃないや、西尾東、これじゃないね、まだな、まあ、ちょっと刈谷のあたりからですね、つながって、とにかくずっと、まあ、高規格道路がつながってる、続いてるわけですよ。まあだから一般の、特に、トヨタのですね、子会社系、まあ、愛信電機とかそういったところに行かれる方はもうこれを使うので、朝は大渋滞、といった、ところです。はい、キラワイキキビーチって書いてあるわ。なんか宮崎になってるぞ。おい看板が宮崎。いやもうオープンして15分経っちゃった。大丈夫かな。とにかく有名な喫茶店なんでね、朝一番で、並ぶ人たちがいっぱいいるというぐらい。逆にその時間をちょっと外さないと入ることもできないんじゃなかったかな。あ、駐車場が空いている。はい、目的地ですが、入り口が非常に分かりにくいというので有名なお店でございます。入り口が非常に分かりにくい、ここなんですよ。これがタラソのモーニングです。もうちょっと口つけちゃいましたけども、もうここでモーニングコーヒーと朝食を取るためにこの景色を眺めてます。はい、カフェタラソさんでですね、モーニングコーヒーをいただきました。というわけでね、今回はね、愛知県まで、モーニングコーヒーを飲みに行ったというような動画になりました。まあ久しぶりにね、長く走れたからよかったけど、なんかどうせならもうちょっとこう遠くへ行ったっていうようなね、なんか知らないとこ、初めて見るところ行ってみたかった。まあ確かにデンパークは初めて行ったけど、テーマパークでしたね。入場料も取られるみたいだったし、中入って一人でどうなのって感じだったもんで、道の駅だけで終わりにして しまいました。もう今回は、はい、というわけでですね、今回の動画は、この辺でお別れしたいと思います。まあ愛知県のツーリング動画はね、また改めて、どっかで作ろうかと思います。その時はね、もうちょっとこう、なんだろう、寒くない時、山とかがね凍ってない時に、新城とかね、ちょっと奥の方行ったところには結構いろんなスポットがあるみたいなんで、そこへね行ってみたいと思います。はい、ではですね、皆さんとまた次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。この動画が上がるときはもう新年ですね。はい、今年もまた、いいツーリングをしましょう。はい、それでは失礼します。さようなら。